問題。介護保険制度の被保険者について、正しいものはどれか2つ選べ。1番。障害者総合支援法による生活介護及び施設入所支援を受けて指定障害者支援施設に入所している身体障害者は被保険者となる。障害者総合支援法による生活介護及び施設入所支援を受けて指定障害者支援施設に入所している身体障害者は被保険者となる。というふうにありますが、これは誤りになります。 介護保険の被保険者要件というのは、まあ、基本的には2つあるわけですね。まあ、第1号被保険者、第2号被保険者という2パターンの被保険者がおりまして、第1号被保険者の被保険者要件というのは、まあ、正式には市町村の区域内に住所を有する65歳以上のものというふうに規定されております。第2号被保険者の基本要件というのは、 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者というふうに規定されているわけなんですね。で、これもうちょっとわかりやすく言うと、まあ、介護保険というのは地域保険というふうに言いまして、その住んでいる地域によって保険者が変わるという仕組みになっているわけですね。ですから A 市に住んでいれば A 市が保険者、B 市に住んでいれば B 市が保険者、C 市に住んでいれば C 市が保険者と、こういうふうになっているわけなんですが、まあ、被保険者で見たときにはどうなるかといったら、A 市の第一号被保険者というのは、 A 氏に住んでいる65歳以上の人っていうことになるわけですね。A 氏に住んでいるということは A 氏に住民票を置いているということですね。A 氏に住民票を置いている65歳以上の高齢者が A 氏の第一号表権者ということになると。じゃあ第2号表権者はどうなるかといったら、A 氏の第2号表権者というのは A 氏に住んでいる40歳から64歳の年齢の人ですね。そして医療保険に加入している人っていうことになります。まあ、医療保険に加入している人といってもですね、 日本人の98.5%もうほとんどの人は医療権に加入していますから、まあ、A 氏に住んでいる40歳から64歳の年齢の人はほとんどの人が A 氏の第号語表険者なんだなっていう認識を持っておくといいかなというふうに思います、まあ、これが基本要件と言われるものですねですが、まあ、これは原則ではあるんですけど物事は何でも原則の裏に例外ありということで基本要件を満たしていても介護権の表険者とならないというようなそういう例外のケースというものもあるわけですね で、その例外のケースというのを、これは適用除外というふうに言うわけなんですが、まあ適用除外要件と言ったり、適用除外施設と言ったりするんですけれども、まあある施設がありまして、その施設に入所している人っていうのは、基本要件を満たしていても、これは介護保険の被保険者となりませんよというような、まあそういうような特別な施設というものがあったりするんですね。まあこれを適用除外施設というふうに言うわけなんですが、まあ代表的なところで言うと、例えば生活保護法上の救護施設であるとか、 あるいは児童福祉法上の医療型障害児入所施設であるとか、あるいは障害者総合支援法上の指定障害者支援施設であるとか、まあこういうような施設に入所している人っていうのは、これは介護保険の被保険者とならないというような、まあそういう仕組みがあるんですねで。どうしてかと言ったらこれはすごくシンプルでして、まあそういう施設に入所している人っていうのは、まあそれぞれの制度ですね。その施設の根拠法となる制度。 において必要な介護サービスは受けているので、まあ改めて介護券というものを使う必要はないよねと。で、介護券を使わないんだったら、介護券の被保険者である必要はないよねということで、適用除外というふうになっているわけなんですね。で、もし介護券の被保険者のままだったら、これ、被保険者というのは必ず保険料を納めなきゃいけないというルールがありますので、これ、保険料を納めなきゃいけないということになってしまうわけなんですね。で、介護券サービスを使うということはもうないと。 いうふうに分かっているのに、毎月保険料だけは納めますっていうのは、これちょっと物の通りとしておかしいなというところがありますよね。ですので、今言ったような施設に入所している人たちは、被保険者になる必要はないと、保険料を納める必要はないと、まあ、こういう仕組みになっているわけですね。この点を押さえておくといいかなというふうに思います。で、この説問の1ですけれども、 障害者総合支援法上の指定障害者支援施設に入所している人ということですね。これは介護保険の被保険者となりませんから、適用除外施設の一つに入っておりますから。ですので、この説問は誤りということになります。その次2番、労働者災害保障保険法に規定する労働者災害特別介護施設の入所者は被保険者とならない。 労働者災害保障保険法に規定する労働者災害特別介護施設の入所者は被保険者とならないというふうにありますが、これはその通りで丸になります。この労災上の労災特別介護施設っていう、これもですね、あの、適用除外施設の一つとして規定されておりますので、ここに入所している人っていうのも介護保険の被保険者とはならないわけなんですね。ということで、これはその通り丸ということになります。その次3番。 児童福祉法の医療型障害児入所施設の入所者は、被保険者となる。児童福祉法の医療型障害児入所施設の入所者は、被保険者となる。というふうにありますが、これは誤りですね。さっき言いましたね。児童福祉法上の医療型障害児入所施設っていうのも、これ適用障外施設に入っておりますから、ここに入所している人っていうのは、介護保険の被保険者とはならないわけですね。ということで、この説問は誤りということになります。その次4番。生活保護法の救護施設の入所者は、被保険者となる。 生活保護法の救護施設の入所者は、被保険者となるというふうにありますが、これは誤りになります。これもさっき言いましたね。生活保護法上の救護施設っていうのは、これは適用除外施設に入っておりますので、ここに入所している人っていうのは、護保険の被保険者とはならないということですね。その次5番。日本国籍だが、海外に長期滞在しており、日本に住所を有しない者は、被保険者とならない。 日本国籍だが、海外に長期滞在しており、日本に住所を有しないものは、被保険者とならない、というふうにありますが、これはその通り、丸になります。これは基本要件の方になりますね。市町村の区域内に住所を有するっていう要件が、第1号被保険者にも第2号被保険者にもありますので、日本に住んでいなければ、これは、あの、介護系の被保険者となることはないということになるわけですね。 これは国籍人種問わずということになります。日本国籍であっても、海外国籍であっても、日本人であっても、外国人であっても、日本に住んでいなければ、住所要件は満たさないということになりますので、介護保権の被保険者とはならないということになるわけですね。ということで、5番はその通り丸となりまして、介護保権制度の被保険者について問うているこの問題の正解は、2と5の2つが正解ということになります。繰り返します。2番。 労働者災害保障保険法に規定する労働者災害特別介護施設の入所者は被保険者とならない。5番、日本国籍だが海外に長期滞在しており日本に住所を有しない者は被保険者とならない。この2つが正解詞となります。解説は以上です。